前。打っていった。確かに菊池君だけのチームじゃない、春からの成長の幅が大きいですね。一番佐々木監督が見せたかった部分です。何しまっている。追い込まれた後でしたが盗塁が効きましたね、さあワンアウトランナー一塁で一塁ランナー、今度は勝ち越しのランナー、ノーアウトですからね。ノーアウトランナー一塁、あっとバントファウルです。見事ですね、はい、バント、ここもしっかりと決めます。勝ち越しのランナー二塁へ。本当によくつながってますね。打線のつながりという点では初回から変わっていません。変わってませんね。9回でここで追いつきましたね。注意に話しに行ったでしょ、交代かな。ああ、いや、あったあったあった、タイム取ってないですね。タイム取ってないんですよね。タイムがかかっていましたか。今タイムがかかっていませんですね。今タイムですね、ということは二塁ランナーが隙をついて三塁行ったと、そうですね、いうことになりますか。今宮君がマウンドに行きましたから、はい、開きました。ランナー戻されません、タイムかかったのは今ですね、再開です。さあ勝ち越しのランナーが三塁に来ました。花巻東7番の佐々木、さあここは会社さんどう1点を取りに来るか。そうですね、スクイズか強行か、はい、まず初球速いものでしたね。いやーこのままで149です。素晴らしいものです。終盤には150キロ超えていました。初球はヒッティングの構え。序盤はこう再三にわたってバントをやってきています。花巻東内野前進守備。2球目152キロ、気持ちが入ってますね。この場面でまたマウンドに上げたのも分かりますよね。ツーナッシングです。154、昨日の花巻東の菊池雄星が出した球速表示と同じ球速もそうですし、菊池も入ってます、はい、ワンアウトランナー三塁、勝ち越しのチャンス。スライダー、記録充実ですね。攻めてます。133キロのスライダー、ストライクからボール。声を出しました今宮。これは打てないですね今のは。8番の佐藤隆二郎もバッターボックスに入ります。気持ちが入ってます、はい、三塁ランナーの横倉が今タイムを取りました。もう取るんなら、はい、右方向という感じですね。
バッターとすればその外のボール、まっすぐ、ね、ストレート、はい、センターもレフトももっと右寄りに守ってもいいでしょうね。レフトは少し浅め、ストレートに押されています。ツーストライクワンボール、また追い込んでスライダーか。先発したピッチャーが9回に再びマウンドに上がって投げる球速じゃないですね。並外れた潜在能力を持ってます。はい、粘ります、早いですね。154キロストレートを続けます。まあ、佐藤君もよく粘ってますね。いつスライダーが来るのか、はい、まっすぐで押すのかですね。三塁ランナー帰れば勝ち越し。早いですからね、はい、キャッチャーもなかなか、そうですね、手は、ね、難しいですよね。キャッチャーまでよく取りました。さあ、この辺でスライダーが来るのか。スライダー三振、ナイスピッチング、ピンチをしのぎました。しかし9回見事な粘り、花巻東追いつきました。